ディズニーレジェンドは1987年にウォルト・ディズニー・カンパニーが同社に対して著しい功績のあるものを称えるために創設した賞である。ウォルト・ディズニー・カンパニー本社にあるディズニー・レジェンド・アワードの小僧ディズニー・レジェンドはウォルト・ディズニー・カンパニーに並々なならぬ貢献をもたらした人物に授与される賞であり受賞者は ロイー・ディズニーが設置した選考委員会によって選ばれる。ロイー・ディズニーは以前に選考委員会の委員長も務めていた。個人に対して賞が授与される場合もある。1987年の設立以降、1988年を除き、2008年まではバーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオで毎年受賞式が開催されていたが、2009年以降は、 ディズニーの公式ファンクラブである D23 のイベント D23 エキスポにおいて各年で受賞式が行われている。これまでに計289人がディズニーレジェンドを受賞しており、そのうち日本人の受賞者は高橋正も横山松尾、秀夫、インディアン荒巻、天宮秀夫、鏡俊夫の5人である。受賞者には 杖を持ったミッキーマウスの右手がモチーフとなっているブロンズ像が授与される。また、世界中のディズニーパークに生涯入場し放題のゴールデンパスという新たなエリアが設けられ、それ以降、受賞者のサインと手形が刻印されたプレートが同プラザに毎年付け加えられることになった。なお、受賞者が個人である場合は受賞者の生前の写真が飾られる。 受賞理由は、受賞者のディズニーにおける活動分野などに応じて、以下のようにカテゴリー分けされている。ディズニーレジェンド受賞者の名札1987年の、受賞者1989年の受賞者1990年の、受賞者1991年の受賞者1992年の、 受賞者1993年の受賞者1994年の受賞者1995年の受賞者1996年の受賞者1997年の受賞者この年は1992年にオープンしたディズニーランドパリの5周年を祝うための一環として受賞式が行われたそのためこの年の受賞者は ヨーロッパ地域の関係者となっている。1998年の受賞者この年は2回に分けて受賞式が行われた。1回目はディズニーレジェンドプラザで行われたセレモニーで21人のうち高橋、横山を除く19人が受賞した。2回目は東京ディズニーランドにおけるセレモニーで高橋及び横山が受賞した。 1999年の受賞者2000年の受賞者2001年の受賞者2002年の受賞者この年はウォルトディズニー・スタジオ・パークのオープンを祝し受賞者はヨーロッパ地域の関係者となっている2003年の受賞者2004年の受賞者2005年の受賞者この年は1955年にオープンしたアナハイムのディズニーランドの50周年を祝し 受賞者は、ディズニーランド、ウォルト・ディズニー・ワールド、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングの関係者から選ばれている。2006年の受賞者2007年の受賞者2008年の、受賞者2009年の受賞者2011年の受賞者2013年の、受賞者2015年の受賞者2017年の、受賞者2019年の受賞者。ありがとうございます。